見てられると恥ずかしいんで、出来上がりを楽しみに待っててもらえますか。ヘイス、本当はネットスーパーの商品を見られたくないからなんだけどね。まずベーコンを炒めて、安売りしてたキャベツと人参、じゃがいもを煮込んで、おっとソーセージも入れないとな。うん、ポトフの出来上がり。熱いんで気をつけてください。はい。もしかしてスープ？ポトフ、ソーセージと野菜のいろいろ煮込みってとこですかね。いただきます。はっ。あれ、口に合わなかったですか？向こうらさん、向こうらさん、おかわりある？ずるい、あたいも。もし余っていたら。え、そんなに？旅の食事といえば干し肉と硬いパンばかりが普通だったが、あったかいものが食べられてホッとするわ。それはよかった。このご飯のおかげか、あたいなんていつもより体のキレがいい感じだもん。私は疲れを感じなくなりました。よかったよかった。あ、なんかサプリの効果っぽいこと言われてるけど、そんなの入れてないよな。食い物がうまければ気の持ちようも変わってきて当然だ。ちょっと鑑定させてもらうか。いきなりどうしたんすか？なんか変なとこに入って。何このパラメータ、俺の飯を食ったせい、これのせいなのか。これって考えたらかなりヤバいもんだよな。こっちの人にしてみたら異世界の食べ物だし、食うだけで体力とか魔力とか上がるんだから、これを誰かに知られたりしたら、絶対絶対知られたらまずいことになる。誰にも言わないでおこう。うまい飯最高。